ブラッドリー・ブラッド・ジョーンズは、オーストラリア・アーマーデール出身のサッカー選手。オーストラリア代表。ポジションはゴールキーパー。アルナスル所属。ブラッド・ジョーンズと表記されることもある。2000年からミドルズ・ブラ FC に席を置くが、同チームでは2004年に1月3日に行われた FA カップのノッツ・カウンティ FC 戦でデビュー。同シーズンには、プレミアリーグデビューも果たしている。 その後徐々に出場機会を増やしつつあるが、同胞のマークシュワルツァーが不動の政治家として君臨していた。そのため、カブリーグのチームに短期間のレンタル移籍をすることが多かった。2008年にシュワルツァーはフラム FC に移籍するが、この年は後輩のロスターンブルにポジションを譲った。2009年にターンブルがチェルシー FC に移籍後は、 念願かなって、政治家への座を射止めた。2010年8月18日に、ホセマヌエル・レーナの控えとして、リバプール FC へ移籍。しかし、出場機会に恵まれず、2011年3月24日に、ダービーカウンティ FC にレンタル。2012年4月10日の、ブラックバーン・ローバーズ FC 戦で、出場停止中だった、レーナの代わりに出場していた。 ドニーの退場によって移籍後初めてのリーグ戦出場を果たすと、ミドルズブラ時代の同僚であったヤクブアイエグベニの PK を止めるなど活躍を見せた。2015年6月10日、リバプールと契約満了することを発表した。2015年8月17日に、リーグ1所属のブラッドフォードシティ AFC と1年契約で移籍するも、9月以降出場がなく10月をもって退団。 2016年1月5日、シーズン終了までの契約でエールディビジ所属の NEC 内務編に入団。NEC 内務編では、政治家として活躍をするも契約は延長せず、シーズン終了後退団。フェーノールと多くの関心とオファーが集まっていたが、ケネとフェルメールの長期離脱で代役を探していた。 ヘイノールトからのオファーが届いたことで2016年7月8日に1年契約で移籍した。プレシーズンにペルハンソンとのポジション争いに勝利するとエールディビジ第1節から不動のスタメンになった。ゴール前での落ち着きが高く評価され、第6節の PSV とのアウェーゲームでは2回の決定的セーブで0から1勝利に貢献し、アルメーヘンダハフブラッドで 週刊最優秀選手に選ばれた。リーグ戦では17試合でクリーンシートを達成、安定した良いプレーで18年ぶりのリーグ優勝に貢献した。アルナスル2018年8月1日、サウジプロフェッショナルリーグのアルナスルに2年契約で移籍した。オーストラリア U-20 代表としてプレーしたこともある。2007年6月2日のウルグアイ戦で、 A 代表デビューを果たすも、致命的なミスを犯し、チームも1から2で敗れるなどほろ苦いデビュー戦となるも、そこから確かな成長を遂げ、2010FIFA ワールドカップのエントリーメンバーにも選出された。直前の2010年5月24日のニュージーランド戦の後半から出場し、見事無失点で乗り切って、勝利に貢献するも、息子が白血病と診断されて、 看病のためにオーストラリアへ帰国。ワールドカップ出場を断念せざるを得なかった。2018FIFA ワールドカップではメンバー入りを果たしたが出場機会はなかった。白血病と診断された長男は闘病生活の末、2011年11月18日に6歳で死去した。2012年4月、次男が誕生した。ありがとうございます。